中日昨日14得点、今日の結果は2安打、大島周平で負け、四球三四球一、小畑周平ホームラン打ったんか。若手のポジ要素がほぼないな。内野の守備がうまいくらい。2安打で打ったのが大島と周平だけとか悲しすぎるな。大量得点の次の日って大体しょぼい試合になるのな。ちょっと打てなさすぎんか。大島周平、まだまだ俺らの時代だな。岩崎どうだった。球は速いけどバットに当てられてるし、荒れ放題でまだまだ期待の小田、村松、ブライト、田中揃いも揃って1本も打てないんじゃ話にもならないな。しっかりしてくれよ。まあ2軍戦とはいえ頻だ。何回1軍でプレーしてる姿が想像できない選手だらけ。岩崎は最速 152km 毎時か。